ということです、ということでですね、今回はですね、以前ショート動画の方で僕がご紹介させていただいた、うつ漫画好きの僕がおすすめしたい、うつ漫画10選という動画があるんですけども、そちらで紹介した漫画のもうちょい詳しい説明と、こういうところが見どころだよっていう点をお話しさせていただきたいと思います。ちなみに一部過激な漫画もあるんですけど、チャプターをつけておくので、この漫画ダメだと思ったらね、次に行ってください。それとですね、コメント欄に貼ってあるリンクから漫画を買うとですね、僕にお金が入りまして、それによって僕が新しい漫画を変えて、新しい動画を作ることができますので、電子書籍で漫画を読んでる方はですね、ぜひこのリンクから買っていただけたら嬉しいです。それでは行きましょう。まず一作目、おやすみぷんぷんですね。まあ、知ってるよって人も多いと思うんですけど、あらすじとしては、どこにでもいる普通の少年ぷんぷんの初恋と成長を描いた作品となっています。まあ、あらすじだけ聞くとなんてことのない漫画なんですけど、このおやすみぷんぷんという作品は、他の作品にはない大きな特徴がありまして、それは主人公ぷんぷんとその家族だけが、ずっと人間ではない、ひよこの落書きのような姿で描かれているっていう点なんですね。じゃあ、ぷんぷんは人間ではないのかっていうと、ぷんぷんは人間なんですよ。意味わかんないですよね。まあ、どういうことかっていうと、我々読者だけがそう見えてるだけで、プンプンの見た目も、プンプンという名前も、仮のものに過ぎないんです。だから作中の登場人物たちには、プンプンの見た目は人間に見えてるわけなんですよ。まあ、これでもわかんない人はね、漫画読んでください。そしてさらに、プンプンのセリフだけが、プンプンは〇〇と言いました。みたいな感じで全部ナレーションベースなんですね。これがこの作品の面白いところであり、不思議なところで、小説っぽい表現と、感情によって、プンプンの見た目が変化するっていう、漫画でしか絶対できないギミックが盛り込まれていて、天才的な発想が光る作品なので、まだ読んでない方、ぜひ読んでほしいです。ヒロインの愛子ちゃんも最高です。続いて2作品目、君に愛されていたかったです。こちらの作品は女子高生の主人公、かなえが、高校野球の有望なピッチャーである彼氏の野村博士に刺殺されるまでの物語を描いた作品となっていて、1ページ目で主人公が死に、物語はその事件の1年前からスタートする、最初からネタバレを含む作品となっています。なぜかなえは博士くんに殺されることになったのか、将来有望だった野球少年の博士くんは、なぜ彼女を刺殺することになったのか、それを読み進めながら、読者が理解していくって構成になっています。この漫画は、うつ要素よりも、胸クソの部分が強くて、まずヒロインのかなえは、中学時代のいじめと育児放棄が原因で重度のメンヘラなんですね。で、この描写自体もかなりきついんですけど、自分の承認欲求を満たすためにおじさんたちとネットで連絡を取り合っては援助交際に明け暮れています。これがかなりきついです。で、特にこの漫画できついのが9話でして、結構きつめの性暴力描写があるんです。結構きつめの性暴力描写があるんですよ。なんですけど、実はもともともっと表現がきつかったらしいんですよ。ただそっちはお蔵入りになっていて、現在は表現がマイルドになったものに差し替えられたらしいです。全然差し替えられた方も、女の子の顔面をグーで思いっきり殴ってるシーンとかあるんで、もともとどんだけやばかったんって思ってます。まあ、この作品は女の子がかなりひどい目に遭うのと、繰り返しになりますが、過激ないじめ、虐待、性暴力の描写を含むので、トラウマのある方は読まない方がいいと思います。続いて3作品目、スミニゴリです。こちらの漫画はですね、以前ショート動画でも取り上げさせていただきまして、TikTok では150万再生、YouTube ショーツでは309万再生いってまして、結構お金も入りました。みんなが漫画食ってくれたからですね、ありがとうございます。この作品は29歳の主人公末吉が会社から長めの休みをもらい、田舎の実家に帰省するところから始まります。実家には官職持ちの父、寝たきりの母、引きこもりニートの兄、美人の姉の4人が住んでいるんですが、兄貴がとんでもなく不気味で、いつか重大な犯罪を犯すんじゃないか、と主人公は考えているわけなんですね。しかし不気味なのは兄だけではなく、家族全員が何かしらの隠し事をしていてっていう、実家の家族が不気味っていう、今まであまりなかったホラーですね。描写が結構生理的に受け付けない系の気持ち悪さがあるので、人によっては読むのを躊躇してしまうかもしれないんですが、胸クソ度とか鬱度とかで言ったら、今日紹介する漫画の中では一番低いと思います。ジメジメっとして何とも言えない気持ち悪さをぜひ体感してみてほしいです。4作品目、おかえりアリスです。これも結構バズりましたね。YouTube だと244万再生、TikTok が130万再生いきました。あらすじとしては、主人公傭兵は幼馴染の三谷ゆいのことが好きでした。しかしゆいは別の幼馴染、K 君のことが好きで、彼に告白をします。その瞬間を見てしまった傭兵は、二人から距離を置くようになるのですが、K 君は急に北海道に転校してしまうんですね。で、そして時は経ち、高校生になった傭兵の元に現れた謎の美少女、急に話しかけてくる彼女に、戸惑いを隠せない傭兵でしたが、なんとそれは幼馴染の室田圭だったのでした。と
という話です。この漫画は胸クソ要素は基本的にないんですが、ケイ君とユイちゃんの間で翻弄される主人公に対して感情移入して胸が苦しくなります。この漫画は性欲を大きなテーマにしていて、子供の頃は異性のことを別に意識してなかったけど、大人になるにつれて性欲というものがついてきてしまう。あの頃は純粋に話せたはずなのに、女子と話すとついつい意識してしまう。そんな自分を主人公は気持ち悪いと思っている。陰キャ男にはぐさぐさ刺さりますよね。そして僕は女になりたいわけじゃない、男を降りただけだというケイ君、そして二人の間で揺れ動くユイちゃん、この三人の三角関係の終着点がどうなるのか、今後が楽しみな作品です。続いて5作品目、4丁目の夕日です。この漫画の題材は映画にもなって有名な作品、3丁目の夕日と同じく昭和の下町なのですが、3丁目の夕日が昭和の陽の部分を描いているとしたら、この漫画は暗黒面を描いてまして、タイトルも3丁目の夕日をパロディして作られています。あらすじは大学受験を目指し勉学に励む主人公別所武が母親の事故によって不幸の連鎖に落ち、どん底に叩き落とされるといった感じですね。努力が報われるとかそんなこと一切ないんですよ。主人公めっちゃいいやつなの、家族思いだし、ただ不幸なやつはどこまで行っても不幸だよねっていう、不条理すぎてかわいそうになるっていうか、本当に恵まれてるやつは恵まれ続ける、恵まれないやつはずっと恵まれないっていうのをこの作品は一貫して描き切ってるんですよ。さらにこの漫画の性格の悪いところは、ラストシーン微妙にハッピーエンドみたいな感じで終わるんですけど、これハッピーエンドかって感じるような終わり方なんだ、また何とも言えない気持ちになりますね。結構古い漫画なんですけど、 Kindle とかで割と安く買えるのでおすすめです。続いて6作品目、ミスミソですね。東京から過疎化が進む地方の町に引っ越してきた主人公の女の子が、同級生から陰惨ないじめを受けるんですが、そのいじめっ子に家族を殺され、ついに復讐を誓い、いじめっ子たちを惨殺していくっていう漫画ですね。結構スプラッター描写が多いのと、登場人物ほぼ全員救いようがないクズなので、結構読む人は選ぶかなーといった印象なんですが、心優しい少女が復讐を決意するシーンは、めちゃくちゃ見物です。ちなみにこの作品は実写映画にもなってまして、この動画を公開している段階では Netflix で配信もされているので、ぜひそちらも見てみてください。続いて7作品目、水色の部屋ですね。この漫画はですね、冒頭のシーンが YouTube ではちょっと言えないんですけども、かなり衝撃的な始まり方をします。ぜひそれは試し読みとかでも確認できるので、皆さんで見てほしいんですけど、この漫画は全2巻の構成となっていて、1巻ではその衝撃的なシーンがなぜ起こることになったのかが書かれていて、2巻ではその衝撃的なシーンのその後を描いています。ざっくりあらすじを言うと、主人公は高校生の男の子マサフミ。彼は自身の母親サホと2人暮らしをしているんですが、彼は自身の母に対して、家族の情以上の屈折した愛情を抱いていました。その母に対する歪んだ思いによって、とある事件が引き起こされていくって感じです。どんな事件が待ち受けているかについては、皆さんの目で確かめていただきたいと思います。続いて8作品目、兄ちゃんです。出ました！僕が一番大好きな BL 漫画。この漫画に関しては8分かけて説明する動画を以前作ってるので、興味がある人はそちらを見てほしいんですが、ざっくり説明すると、幼い頃に遊び相手になってくれた近所のお兄ちゃんが、実は小児性愛者で、主人公は彼に襲われてしまうのですが、怖くなった主人公は急いで母親の元へと逃げ、そのことから一連の事件が発覚。主人公と兄ちゃんは引き離されることになるのですが、高校生になっても兄ちゃんのことを好きだった主人公は、街に繰り出しては兄ちゃんを探す日々を繰り返していました。そんな中、街中で偶然兄ちゃんと出会い、二人の止まった時が動き出すのであったみたいな話ですね。皆さんに勘違いしないでいただきたいのは、この漫画は決して犯罪を助長するような作品ではなくて、法律とか倫理観をすっ飛ばして自分の価値観について考えさせてくれる作品なんですよ。かなり性描写も過激ですし、感情移入しすぎて男だと読めないって人も多かったんですけど、ぜひ今日思った方はね、読んでみてほしいなと思います。それからですね、こちらの動画見てくれたら嬉しいです。続いて9作品目、この世界に有機人形がいるですね。今日紹介する漫画の中では一番グロいです。あらすじは、今から遥か未来の日本、この世界では人を遺伝子改良して作られた有機人形という人工生物が存在していました。この生物は人と比べて染色体が2本少なく、法律上人間として扱われていないため、様々な品種改良が施されています。要は人権が存在しないので、何でもし放題なわけですね。家具にしたりとか、楽器にしたりとか、軍事利用したりとか、様々なわけです。楽器意味わかんないですよね。うわぁ、女の子が気にしてーとか思ったことないんで。ただ合法的に奴隷が持てちゃうわけですから、倫理観なんてもんは、現代の我々とは全く違うわけなんですよ。そんな世界で有機人形と人間が織りなす1話完結の話を収録したオムニバスストーリーとなっています。この動画を作るために久しぶりに読み返したんですけど、かなりきつかったです。電子書籍サイトによっては、この漫画を18禁にしてるサイトもあって、リンクを貼ってしまうと僕のチャンネルが危ない可能性があるので、この漫画に関しては皆さんで検索して購入してください。最後10作品目、私の腹の中の化け物です。
最近この漫画読んだんですけど、めちゃくちゃ良かったです。あらすじをざっくり説明すると、女子中学生の主人公千夏は誰もが認める優等生、しかし彼女には悩みの種が2つありました。1つは人よりも生理が重く、そのことを母親に相談しても、女の子はみんな我慢してるのよ、辛いのはみんな一緒なんだからと一蹴されてしまうこと、もう1つは自身の誕生日によるセクハラでした。こんなの全然大丈夫と我慢を続けていた千夏でしたが、ある日事件が起こります。ある生徒が化粧をしていて激高した担任が、みんなも持ってるってお前言ったな、千夏そのポーチの中身見せてみろと、生理用品の入ったポーチの中身をクラス全員の前でばらまくというとんでもなくデリカシーのない行動に出たのです。こんなの全然大丈夫大丈夫と自分に言い聞かせる千夏でしたが、とあることをきっかけに自身のいい子でいようという理性で抑圧していた衝動が爆発し、人の人生をめちゃくちゃにしたいという破壊衝動に駆られていくのだったというような内容ですね。まあ、登場人物は基本全員胸クソ悪いんですけど、そういう人間を主人公が追い詰めていくのでスカッとできる部分もあるんですよ。なんで胸クソとか鬱とかとはちょっと違うかなって思ったんですけど、1話の担任の描写があまりにも胸クソ悪かったんで思わず入れちゃいましたね。ホラータッチの絵柄も作品と非常にマッチしててめちゃくちゃ最高です。はい、ということで10作品紹介しました。他にもですね、今回紹介してない作品だと、ブラッド・ハーレーの馬車、ライチ・光クラブ、血の輪立ち、宝石の国、少女椿、心中するまで待っててね、スリーピング・デッド、ボーイズ・オブ・ザ・デッド、香りの継承、愛と呪い。まあ、ムラックス要素はないんですけど、個人的に読んでてきつかった、午前2時まで君のものとか、他にも色々あったんで、好評だったら第2弾もやっていきたいと思います。ぜひ気になった作品が一つでもあったら読んでみてほしいなと思います。皆さんのおすすめの漫画もコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。ということで、画面の着座でした。バイバイ。